観光郊害とは、観光がもたらす弊害を郊害に例えた表現である。具体的には、現地住民が文化的に受け入れがたい行為の横行、プライバシーの侵害、観光客受け入れのための開発に伴う、環境破壊や景観破壊、文化財や遺跡の想定を超えた痛みなどといったもののほか、車両の乗り入れによる、振動、騒音、排気ガス、渋滞、 ゴミのポイ捨て、その他様々なトラブルが考えられる。日本語の観光郊外を英語に翻訳するとツーリズムポリューションになるが、英語圏ではオーバーツーリズムほど一般的な言葉にはなっておらず、日本語で言う観光郊外については観光の影響の範疇で語られている。観光郊害防止を呼びかける京都市のピクトグラム二千十六年撮影。日本においては 2010年代、ユネスコ世界遺産登録直後に見られる角の訪問者数の増加が顕著化した。例えば白川号、五箇山の合唱造り集落では前日のほぼすべての事象が報告されている。富士山では登山者増加による環境負荷を危惧し、その抑制を講じることが登録条件の一つとされ、2016年2月までにイコモスへ、 対応策提出が求められていた。最終的にユネスコ世界遺産への推薦を取り下げた鎌倉もイコモスによる現地視察調査のレポートで慢性的な交通混雑が及ぼす文化財への影響を指摘され不登録を勧告された。韓国人や2010年代後期に急増した中国人観光客のマナーの悪さが問題になっている。とりわけ、 文化財への落書きや不適切な場所での排便などといった行為は現地住民や報道でそれを知る日本人にとって許容しがたい蛮行であり強い反感を生み出す原因になってしまっている。ただし反日を動機にそれらを行う者もいてこの場合はテロリズムの反抗であって観光とは関係ない。このほか、需要が伸びつつある民泊での住民とのトラブルも懸念されている。 北海道上川郡美栄町の哲学の木は美しい畑の景観の中に立つ見栄えのする西洋箱柳の古木で美栄町の観光地としての知名度を向上させる存在となったがその実態はいつ倒れてもおかしくない老木で工作機に倒れた場合の経済的損害は土地所有者にとって無視できないものであったしかしそれでも遠くから来た観光客が この木を楽しんでくれているということで、処分せずにいたところ、勧告を無視したマナーの悪い観光客による畑への侵入と踏み荒らしが目に余るようになり、いくら注意しても後を絶たない事態にまで陥ったことで、2016年2月24日、土地所有者は悩んだ末にやむなく木を倒すに至った。報道では伐採したことになっているが、切るまでもなく簡単に倒壊したという。この件に関して、 観光郊外にあたるのは観光客が工作地を踏み荒らし続けたことと土地所有者の行為が踏みにじられたことにつきる。その他には当初の報道の誤りが正されないことによる損害が大きい。京都市では2015年の年間観光客数が過去最多の5684万人に達したことを受け、翌2016年10月に宿泊施設の 積極誘致の姿勢を示し、その後も法日外国人の増加が続いたこともあって、客室数は当時の約3万室から2019年3月現在で1.5倍以上に当たる約4万6000室に増えたが、その反面、市中心部の急激な地下高騰や観光客らによるゴミのポイ捨てや騒音などによる周辺住民とのトラブルも顕在化し、 2019年11月には市民の安心安全と地域文化の継承を重要視しない宿泊施設の参入は望ましくないとして事実上新規の宿泊施設の開業に歯止めをかける方針に転換するに至った。他には観光客の過度な集中を避けるように観光場所の分散や時間、時期の分散などの取り組みもすでに実施している。さらに、 マイコーを無断に追いかけ回し撮影するパパラッチ行為なども問題視されている。問題が長期化する中で観光客に対して様々な手段での呼びかけが行われてきたが解決には至っておらず、現在はスマートフォンを活用した共存と通報の2つの方法が試みられている。注意ここには富士山頂から垂れ流された死尿まみれのトイレットペーパーの画像があります。 画像をご覧になる場合は、右側の表示をクリックしてください。白い川と形容された、後継、2001年当時。スペインの一大観光都市であるバルセロナには、2010年代後期の時点で年間約3200万人の観光客が訪れる一方、 それを受け入れる約7000件の違法民泊があると言われており、ホテルの経営に影響が出ているほか、安価な違法民泊によってバルセロナの観光収入も少なくなってしまうことが問題になっている。加えて違法民泊への参入者によって地下や家賃などが上昇する事態となっている。北イタリアのベネツィアでは2010年代後期の時点で年間 約2200万人の観光客が訪れ、地下や家賃の高騰、ホテルの増加による住宅エリアの縮小化などが発生している。また、ベネツィアでは巨大クルーズ客船が寄港して、観光客が2から3時間程度観光をするスタイルが多く、地元では混雑などの負担が生じる割に観光客の滞在時間は短く宿泊地にもなっていないため、稼げないとして、 住民の不満が出ており、巨大クルーズ客船の乗り入れの制限が議論されている。サウジアラビアがイスラム教の聖地を有することから、異教徒が退去を仕掛けることで、工場領族が乱れることを嫌い、観光客の入国を制限している。ペルーにあるインカ帝国の遺跡都市、マチュピチュでは、入域を2017年に午前と午後の二部制にしたが、観光客の増加に歯止めがかからず、 2019年1月から時間帯をさらに細分化し、上限を4時間とした。太平洋南東のイースター島は、2018年8月、滞在上限日数を30日間と従来の3分の1に短縮した。また、ガラパゴス諸島や大西洋のことをフェルナンドで乗ろうにゃ、でも、入域制限を求める議論が起きている。前述のように、 ユネスコ世界遺産登録地における観光郊外を登録を認定するユネスコとを殺すことを殺すものを意味する英語設備時サイドを合成したユネスコサイド、ユネスコサイド、アニスカサイドという造語まで登場したこの造語はユネスコによって殺されるという意味だというのであるがここに示したようにサイドにはによって殺されるによる殺しという語彙はなく 従来の語彙の通りであれば、ユネスコを殺すこと、ユネスコ殺しの意になってしまうため、合成語として乱暴な作りではある。過度な観光客の集中は、オーバーユースとも言うが、これによって、観光地への負荷が懸念される事態の生じることがあり、これを指して、オーバーツーリズムとも言う。例えば21世紀初期、ユネスコの世界遺産に関して、ユネスコやエコモスは、 登録条件として観光客抑制案の提示を対象物件の管理者に対して求めるようになった。日本の登録物件の中から一つ例を挙げるなら富士山の登山者数抑制とその実効性、監視体制が求められている。また2018年度の京都市ではインバウンド消費の成果が上がりすぎて街が 訪日外国人旅行客で溢れかえる状況になり、宿泊施設の予約を満足に取れなくなったり、京都に期待する、まったりした雰囲気が失われてしまったため、従来の日本人観光客が敬遠してこなく、なってしまった。他にも、など、様々な問題が紛失している実態が明らかとなった。ロン・オグレディ、中島正明、アジアの観光郊外教文館、1983年、 137ページ。A 信 B000J7 倍零を。ありがとうございます。